はい、お願いします。今回何か言及させていただきたいかというと、番組ご視聴いただいている方から質問いただきましたので、その質問に対してのご回答させていただきたいと思います。今回質問いただいた件ということで、言わさせていただきたいと思うんですけど、これがまあ気になっているということがあるんですけど、入国審査のことに関してということなんですけどね。入国審査の際、審査官にパスポートを渡し、その人物の入国が、是が非かね、を、審査されると思いますが、その基準がよくわかりませんと。審査官はね、コンピューターを見たりとか、パスポートの顔写真と当人の顔を照らし合わせていますが、そこまではわかるのですが、その他過去の犯罪歴、他国で造反、違反的なね、ことをしたか等を調べているのですが、いるのですか？それとその人物が今まで言った渡航歴、パスポートの入国スタンプ以外にも何かわかる仕組みになっているのでしょうか？例えばね、いつも、審査中に見ているあのコンピューターの中に渡航、記録が入っているのでしょうか？だとしたら、行ったことがある国によってはね、入国審査が厳しくなることもあるので、イランとわざと入国スタンプを押さない、政策を、実施したと聞いたことがありますと。しかし何か他にね、歴が分かる方法があるのなら、そういった対策も必要ないようにと思いますと。もし分かる範囲で、よろしければこの辺の上取り上げてくださりましたらということでございます。その中でね、あとは、そっか、もう一つ。アキラさんが行かれた国の入国スタンプの中でお気に入りのスタンプがありましたら教えていただけましたらありがたいということなんだけど、まあ今までね、パスポートこの間増刷増補したということで、お伝えさせていただきました。3冊目ね。3冊目ということで、もういっぱい出てるからね、3冊目もね。だから本当は新しく書いてもよかったのは結局まだね、期間があるので、増補という形しました。今度またもしこれがスタンプいっぱいになったら新しくパスポートということを言って言われるんだけど、その中で今回質問いただいた内容ね、読まさせていただきたいと思うんだけど、入国審査の際ということね、パスポートはされ、その人物の入国が是か非かを、審査されると思いますが、その基準がよくわかりませんと。過去の犯罪、例えば1点目ね、1点目の質問としては、過去の犯罪歴や他国で違反的なことをしたか等を、調べているのですかということなんだけど、これは、いわゆる過去の犯罪歴ってのは、その国のね、犯罪歴だと思うんですよね。例えば日本の犯罪歴とか、他国での犯罪歴ってのは調べられないですね、基本的にはね。よく、例えば、まあ、海外よく出会う人ね、あまりこの具体的な名前も誰も挙げないんですけど、中に、例えば日本で犯罪を犯した人、例えば麻薬でね、捕まってしまったとか、まあそういった犯罪歴がある人、覚醒剤やってたとかね、大麻取締法違反で捕まった人とかが、結構海外と出会ってね。で、その中で話を聞いていくと、アメリカの結局ビザが取れなかったとか、アメリカに入国できなかったって話を聞くんです。これね。ただ、これは何かっていうと、いわゆるビザを持って向こうに居住しようとする場合は、やはり、そういったね、犯罪歴では調べられるのかなって感じはします。自分自身はね、まあ、海外駐在していました。その時に出したものっていうのは、もう犯罪証明書というものです。これは、犯罪歴があるかないかっていうのを証明書を、まあ仕事を向こうでその仕事のビザ、就労ビザをね、ビジネスビザを取る場合に、必要ということで、提出してね、ということで、これは警察に全部、警察だったかどうか、そう、行政機関、警察だな、警察かどっかにね、出してもらって、英語で訳したものをということでね、出してもらって、それを出したんです。で、そういう場合っていうのは、アメリカって本当厳しいんですね。犯罪歴に関して。でもね、アメリカ人が日本に来た時に、アメリカ人、海外でやったアメリカも言ってたんですよね。なんかそのアメリカ人日本に来る時に犯罪歴があったから入国できなかったっていうんですね。だからそれっていうのは、国によってまた違うと思うんです。例えば犯罪歴があって、日本で何か犯罪を犯してということで、海外で就労ビザ取れない国が多いんですけど、取れる国、取れ、別にそれも関係ない国もあるみたいで、つか無犯罪証明書をね、出さなくてもいい国があるみたいで、そういった国ではね、意外にいるのかな。特にアジアの国は結構よ、そういったところがあんまり、緩いのかなって感じはしました。発展途上国ね、ということです。なので、この質問から述べると、パスポートを見て犯罪歴を調べるっていうのは、例えば日本の犯罪歴も、他国の犯罪歴も調べることができません。これには載ってません。なので、その国で何かやった場合ね、例えばタイで、タイ好きな人多いじゃないですか。タイで例えば不法滞在とかした人、それで、強制送還された人がいるとしたらね、もしくは不法就労とかね、よくカフェで捕まった人いるじゃないですか。で、ああいうことっていうのはやっぱ記録で残ってるわけです。なので、同じ国であれば、その国で何かやったのであれば、それは記録として残るのは当然であって、
それに関してはやっぱり残ります。だから、これを調べてその記録として残るので、そこは出てくるきます。で、あとは、その人物が今まで行ったところにパスポートの入国スタンプ以外に何か分かる仕組みになっているのでしょうかということで、いつも審査中にね見ているあのコンピューターの中にも、渡航記録が入っているのでしょうかということで、これは分からないですね。その全部が世界共通の端末ではないので、どころこの国に行ってどころこに行ってこと細かにはそういうの出てこなくて、その国のやつだけです。だからタイに例えば何回も行って、今制限ちょっとかけられてるじゃないですか。だから何回も言ってる場合、ここ何回も何回も新入国を繰り返してると分かるんですよね、その国の事情に関しては。だからそれによって入国審査がちょっと詳しく話を聞きたいってことでって言われることあるので、その国です、その国ね、その国のいわゆる新入国の状況を見ているのは事実かなって感じはします。だからそこに全部こういう記録、その国の状況ね、滞在してどのくらいどういうところをしたかとかいろいろ記録が残ってるので、打ち込んでいくとその国のコンピューターと共有のねコンピューターに、記録されてるんで、この人は、数年前に、オーバーステイで何百バーツ払ってますとかね出てくるんですよね。それはあります。はい。で、あとは他にね、なので、まあ、結論、先ほど言ったように、新鮮に見てるあのコンピューターの中に何、いわゆるその国のやつは入ってなく、他国のやつは入ってないですよね。うん。で、あとは、だとしたら行ったことがある国によって入国審査が厳しくなる国もあるので、ということで、イランとはわざと入国スタンプを押さない、ということで言ってるんだけど、イスラエルもね、そうですよね。例えばイスラエルとか、例えばイスラエル行ったら他の中東諸国に入れない国があるということなんだけど、あれもスタンプをしても、スタンプは別の紙に押してもらうわけじゃないですか。じゃあコンピューターでこう通して、パラパラってやるんだけど、それがじゃあ他国のあれで分かるかって分からないんですね。だからスタンプなんですね。だからスタンプを見てって、例えばアゼルバイジャン、アルメニアも仲悪い国ですけど、スタンプが押されてると、やっぱり入れないというふうな話も聞きます。これは、入国審査官の判断次第なんだけど、それはやっぱりコンピューターでなくスタンプなんですね。だからイスラエル行ったら他の国入れない。イラン入ったら例えばアメリカのビザを取るのに、アメリカが結局ビザが必要になってくるとね、審査、いわゆる面接が必要なビザが必要になるというふうなことなので、そういったところってやっぱりパスポートのこのスタンプを見てくるんですね。こうやって、だから、やるじゃないですか。で、スタンプをこうやって見ていくんですね。で、もう大体見慣れてるんで、大体もうどこの国かって、まあ大体こうやって感じで、ね、見てて、まあ速読っていうか、読めてるんです。だからどこの国に入ってっていう。だから問題がある国がね、あるかないかってこう見ていくんですね。スタンプなんです。なので、これ、スタンプということでちょっと覚えておいていただきたいと思います。で、あとはね、もう一つということで、もう一点最後の点ということで、その中でも、明さんが行かれた国の入国スタンプなんかお気に入りのスタンプがありましたら、教えていただければと思いますということで、ちょっと見てみますね。なんか何あったかなと思って。あのね、気になったのが、まあ、普通のところスタンプが多いんですよね。なんかね、変わったスタンプがあったんですよ。大体普通なんですよね。あのね、入国スタンプじゃないんだけど、まあ、いわゆるその、イースター島あるじゃないですか。イースター島の島民、もともと先住民からすると、イースター島がチリっていうのもね、なんかあんまりよく思ってないらしいんですけど、イースター島に入るときね、一応チリの領土になってますので、これ、ラパヌイっていうのを押されるんですね。これ、モアイの像のやつがこうやってなされてるんで、ちょっとこれだと、お見せするのが、ちょっと何、お見せしにか。こんな感じね。ラパヌイ、こんな感じです。ということで、こういうスタンプとかね、あります。あとは、なんかどっかクジラのマークあったとかってんだけどな。あとは、これどこ？2018年の9月の2日。キプロスね。でも、ね、例えばね、これキプロスとかアルメニアね、こういう感じです。島が入ってますよ。キプロスはその島です。で、アルメニアは山ね、山が、有名な山があるんだけど、そこの山が映ってるんで。だから、こういう感じで国のやつが結構映ってるんです。で、あれ、ちょっと、増刷した。あとはね、ちょっと、
かしいな、あんまりないんだよね。例えばブータン行った時のね、スタンプなんかなかなかブータン行く人いないから、ブータンのあれも結構ね、良かったですね。あと台湾行った時の中華民国のやつとかね、こういう90日間のやつとか、こういうやつとかね、あります。まあそんなもんですかね。うん。なんかどっかでクジラのマークのやつがあった気がするんだけど、パラオ行った時かな。でもなんかないな。あれ？ちょっとまたね、これは別途出ましあれば、写真撮って、スタンプあればということで発表をね、今度させていただきたいと思います。ということで、まあ今回ね、質問いただいた内容ということで、パスポートにね、例えばこれ何をこうやって見て調べてるのかっていう、その国の状況は調べてると思うんですよ。犯罪歴とか、不法滞在、まあそれも不法滞在も犯罪なんですけど、そういったところを見て、コンピューターで確認できるんです。これはね、その国であれば。ただ、他国の状況とか日本の犯罪歴ってなかなかわからん、基本はわからないのは実情。この中に犯罪歴載ってるのは載ってないですね。ということで、そんな感じです。あとは、さっき言った、ね、スタンプに関してね、スタンプに関してということで、スタンプで結局国を見てるんです。だからその渡航国が分かるわけじゃないですね。このパスポートを見てね。だから、例えばイランに入ったからって、例えばイスラエルに入ったからって、スタンプを押さなければ分からないね。ということです。まあ皆様何かね、質問等があれば、このように回答させていただきますので、質問いただければと思います。それではね、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。